今日は、ちょっと近くのですね集落の方から、倉庫を潰すんで、その柱がね、木の柱が出るからこの薪に、いらないかというふうに言われましたんで、ちょっとそれをですね、もらいに行こうと思います。実は今日別のね、そこの同じ集落にいる別の方にくず米をですね、その方ウコッケ買ってるんですけれども、くず米が欲しいっていうんで、くず米をですねこう軽トラ1杯分差し上げたらですね、その同じ集落の別の方から薪をですねこの軽トラ3杯分ぐらいあるんじゃないかなみたいなですねことをおっしゃってましたけれども、もらえることになりまして、結構やっぱりこうなんていうか、情けは人のためならずでよく言いますけど、こうね、人にこう、いいことしたら別のところからこう帰ってくるみたいなですね、そういったこうちょっと、循環があって面白いなと思ってるわけですけれども、じゃあ、これからですね早速もらいに行きたいというふうに思います。 こちらが現地ですが、ちょっとくれると言ってくださった方はちょっと出たくないということでしたので、一応撮影の許可は OK だということで、ちょっとこちらをいただきたいと思います。表戸は？そうですね、これ一人で僕のはなかなか大変な感じ。どうだ、手伝ったのかな。大丈夫です。これ結構すごいしっかりしてます。そうだよ、だってこれだけ区切りの人なんですよ。なんか捕まえるあの続きは今後、はい、続きは早上がってランダー、はい、うん、じゃあありがとうございました。じゃあよろしく、はい、はい、一応これで、重量もありますんで、とりあえずこんだけ積んで、また、残ったやつは後日もらいたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。はい、こちら1回目に積んだ柱を、廃材ですね、これを、下ろした、様子になっております。はい、こちら、第2陣ですね、第2陣、2杯目、軽トラ2杯目に積ましてもらいました。次にじゃあ2回目のやつをちょっと下ろしていきたいわけですが、ちょっとこれちょっとビデオ撮ってみましょうかね。
はい、これで3倍目、軽トラ3倍目です、これまた持って帰って下ろしたいと思います。今度はね、結構細い、まあ、細い角材ですね、これもあのカットしたら非常に使い勝手良さそうな、燃やしやすい角材ですね。はい、はい、ようやく戻ってまいりました。柱とこれで、まあ、合計3倍分ですね。はい、そしたらちょっとこれも下ろしていきたいと思います。はい、とりあえずこれで、まあ、積み下ろしが終わったわけですけれども、結構な量になりましたね。はい、あの非常にありがたいですね。これ多分結構、まあ、これとあっちの方を合わせればあのもう十分この冬あの持つ、ぐらいの薪は あのありますんで、またねあのこれからちょっとこれをこうカットしていって、あの今まで実はあの1年間の薪をまあ揃えるのにまあどれぐらい時間かかるかというですね、まあそういう動画をこうちょっと春先30日ぐらいで撮ってたんですが、薪がちょっとなくなってたんでしばらく中断してました。でこれがまたあのその後農作業がちょっと忙しくなってですね、それがちょっとやる暇が取れなかったんでしばらく中断してましたけれども、これからあの寒くなって雪が降るまでにですね、まあ、これだともうすでに、これ今雨降ってたんでちょっと濡れてますけど、まあもともとその乾いた状態の木なので、まあ、これはあの切ったらですね、まああの乾かさなくてもすぐ燃やすのに使えますんで、こちら本当あのもらえるお話が来て非常に助かったなと思ってるんですが、まあこれ、まあ多分まあもらってなくてもまあそれなりに薪はあったんですけれども、まあこれやっぱ薪はもういくらあってもあのね、来年再来年とこう持ち越せると思いますんで、まあ、ただ一応、まあ、1年分って、まあ、実際どれぐらいで1年分になるのかちょっとわからない部分がありますけれども、まあ、あのストックできる場所がいっぱいになるまでですね、ちょっとあのやってみたいなというふうに、これからですねまた、その薪作りを再開したいなと思います。で、まあ、それである程度こう、まあ、場所がいっぱいになったら、終わるわけですが、まあ、それが大体ね、トータルで一応あの動画撮ってたんで、トータルでどれぐらいの時間かかるかっていうですね、まあ、あの脳を、まあ、過去の動画が大体その何時から何時まで巻き割りやりましたみたいなのが、まあ、全部ありますんで、まあ、それをこう合計してですね、トータルでその1年間の巻きを揃えるのに、まあ、巻き割りとかあとこういう、廃材をこうカットするのとか、まあ、実際巻きを割るのと廃材カットするので時間、変わりますんで目安ちょっとあまりわからないかもしれませんが、まあ、大体、巻き終わったら、どれぐらい時間かかる、でこうカットするのも、どれぐらい時間かかったっていうのをちょっとねあの合計の時間ちょっと出してみたいと思います。はい、まあ、こんなところでしょうかね。まあでも田舎で、暮らしてますとやっぱりこういうあの人間人付き合いでですね、まあ、あの実はこれくれた方はあの隣の集落で消防団が一緒の方なんですけれども、まあ、結構ね過去に一緒にこう、まあ、消防の演習にも出たりとか、旅行に一緒に行ってちょっとね、楽しく羽目を外したりとかですね、まあ、そういったことをやってる中の方でありまして、あの非常にですね、まあ、よくしてくださってる方なんですが、まあ、あのこういったお話なんかもいただけてですね、まあ、本当田舎暮らししてるとまあ、お金払ってね薪買ったら相当お金かかりますけど、これ、ただですから、非常にありがたいなと。まあ、あの多分先方もですねこれ処分するのにまだ処分の代金かかりますんで、まあ、そういった、まあ、あの必要な人にこう必要なものがこう行き届くとですね、結構無駄なお金が、お互いに減らせていいんじゃないかなっていうことも、まあ、感じたりします。はい、まあ、そんなところですかね。はい、まあ、とりあえず今回の動画は薪を
廃材をですね、いただいた、あの軽トラ3杯分いただきましたというですね、まあ、あの動画でした。